じめまして。私は伊藤信恵。ご覧の通り、ごく普通の16歳です。嘘です。こう見えても、二十歳の短大生です。では、うちの金庫番。いえ。可愛い妹をご紹介しましょう。おーい、ち、入るぞ。聞こえるか、ち。お、手作りお菓子の研究ですか。さすが。お腹、ぽっこり出てますか。お姉ちゃんノックしてよ。もうしたけど気づかんかったら。え、あ、そうだった、ごめん。妹のチカ、12歳の小学6年生。特にこれといって特徴ないのが特徴です。どうしたの、お姉ちゃん。ん、いや、ちょっとちゃんと足下ろして座ってみ。なになに。あ、な。いや、なって。この状態で立とうとしても立てないっしょ。うん、だって行く手を遮られてるもん。ふん。あ、だだだだだだだ。お、いい加減玄関から入りなよ、みっちゃん。君らここで何してんの。いや、それこっちのセリフだけど。今ね、お姉ちゃんに写真撮られてる。何？のぶえお姉ちゃん、私も。も？写真撮ってよ。この服ね、この間買ってもらったばっかなんだ。はいはい。ちょっぴり。なんだ、その物欲しげな顔は。美少女顔。美少女なのか。はよ撮らんかい。ペチャパイ。お隣の松岡美優、チーの幼馴染で6年生。さっき見たく、いつも屋根を渡って現れます。うん、よく撮れてる。卑怯者、燃え知らず。暇だな、なんか面白いことない。長い付き合いだけど、こいつの頭の中はよくわかりません。で、お姉ちゃんは何しに来たの。あれ、チーに用事があったんだけど。なんだっけ。いや、私に聞かれても。信恵お姉ちゃんのボケもだいぶ進んで。すっごい切実な用事なんだよな。思い出した、私とちーちゃんにお小遣いあげたくなったんだっけ。ありえないよ、みっちゃん。つーか、なんでみゆに思い出されなきゃならんのかわからんが。だってくれるって言うから。誰も言ってねえよ。ん、あの、こんにちは。はい、どうぞ。ご近所の桜木まつりちゃん、11歳の5年生で。あら。でね、私が楽しみに取っといたプリン、お父さんが食べ、そら、お父さんが悪いよね。今度同じプリン買ってあげるから。泣かない泣かないね。ありがとう、のぶえお姉ちゃん。わ、私にもプリン。なんで。差別だ、萌え差別。じゃ、そういうことで。切実な用って何だったの。タバコだっけ。で、ものの数十秒でこのありさまか。みっちゃんがまつりちゃんに飛びかかって、あっという間に。途中のゴミ箱は何だ。ゴミ箱は、ん、いや、
そんなことより、この状態で立とうとしても。いや、だからそれがどうしたのよ。うん。あれ、ちぃ、財布どこやったん？待ってこら。こういう財政事情なんで、ちょっと貸してくれ。月末返すから。もう、タバコっていくら？5万くらい？禁煙しろ。やだな、冗談だって。2000円くらい？タバコ1個で？違うもん！まとめ買いすんだもん！何回もチンとこ来んの、忍びないさ。今月返すって約束ね。100円足せば1個買えるでしょ？ちぃ！バイト代入ったらまとめて買ったるからな。100円返してからね。うんだ。おう、そうだった。こちらおなじみのチリガミ交換。そういや皆さん、明日は何の日か知ってる？え、明日？知らん。あっそ、いいけどね、別に。お前も大きくなったね。佐竹です。見ての通り虎です。じゃ失礼。はあ、なんだよ、せっかく遊びに来たのに。みっちゃん、もう宿題やった？ちーちゃんは終わったよ。後で見してね。やだ。先生ってさ、宿題忘れると怖いと思いませんか？見せないかんね。いいじゃんか、少しぐらい見せてくれたってさ。やだ、みーちゃんまんま私の写してくんだな。伊藤と松岡、答えが全部一緒だが。写しましたから。二人とも立ってろ。もう退屈だよ、遊びに行こう。てば何すっとぼけとんの。いや、うちのお姉ちゃん、お祝いとか行事みたいのって興味ないしな。そっか、明日お誕生日なんだ。なんかプレゼントくらいあげなあかんでしょ。いいけど、そんなお金ないよ。何？じゃあ手作りでなんかプレゼントするとか。どうなの？そうだね。お花摘んで髪飾りとかにしてあげるのは似合わねー。
灰皿を作りませんか。なるほど、今の灰皿めっちゃ汚いし、いいかも。あと、バースデーカード書いて一緒に渡すとか。うん、いいね。うん、でも灰皿ってどうやって作るの。紙粘土とかでできるんじゃないのかな。あ、紙粘土なら私いっぱい持ってる。よし、決まり。じゃあ、明日学校終わったらあったね。うん、あんさら何言ってんの。ん、明日じゃなくて今日からに決まっとるっしょ。今日って明日の前の日だが。へえ、だって今日はもう遅いし。やると決めたらやるの。準備開始。ちーちゃん家に大集合。マジで。まつりちゃん、家の人に言ってきた？うん、今日はちかちゃん家に泊まるねって。よし、それでは今回作る灰皿の見本だが、こんな感じの灰皿なんかどう？あー、かわいい。お前ら、ツッコミくらいしろ。義務として。まだ遊んでんの？ノックしてよ、お姉ちゃん。それよか、もう6時半だぞ、そろそろ。今帰るとこ。なんか思い切し動揺してないか。な、何も。まつりちゃん、家まで送ってこっか。平気、すぐ近くだし。そう、暗くなる前に帰んなよ。ああ、わかった。じゃあ、私バイトに。はーい、行ってらっしゃい。なんだよ、あいつら。よし、信枝お姉ちゃん行ったよ。なんかドキドキしてきちゃったねえ。よし、じゃあ早速灰皿作り。またお腹すいた。まだ始めてもいないでしょ。だって粘土こねるには腕力がいるし、腹ごしらえしないと。じゃあ帰って食べて。今は1秒の無駄も惜しい時だろう。素直にうちのご飯食べたいって言えば。あれ、そう言ってんだけど。ごちそうさま。ごちそうさまでした。ああ、食った食った。腹も膨れたし、風呂入って寝よっか。で、おい、灰皿作りはどうなったん。本当にやんの。言い出しっぺはみっちゃんでしょうが。のぶえお姉ちゃんのため頑張ろうよ。まつりちゃん、張り切ってるな。まったくちーちゃんも見習わんとね。お前が見習え、この。腕まくりのポーズで終わりか。ごめんね。いつもは寝る支度してる時間だから。まあ、無理もないけど。で、何書いてんの、みっちゃん。いよいよ本気だね、みっちゃん。信枝お姉ちゃんのため当然です。じゃあしっかりな。せーので引きずり出そうか。うん。何すんの。また寝たら容赦なく行きます。そんなもんいつ用意したんだよ。今灰皿作れ、灰皿。まつりちゃん、まつりちゃん、みっちゃん。いや、寝てないよ。意識が遠のいただけで。同じでしょうが。顔洗ってくる。私も一緒に。寝るな。寝
たら容赦なくハリセンって言ったでしょうが、覚悟はできてるんだろうな。じゃあ容赦なく。眠気にはコーヒーが効くってお姉ちゃんが前言ってた。こんなんで眠気覚めんのかね。さあどうよ。苦い。でもちょっと眠くなくなった気がする。そうだね。バカはいいな、その気になれて。では次の一手、冷たい氷で眠気退散。冷たい。ココア、こんなん効き目あるの？ああ、ライフリーはマシでしょ。そら！起きろ！眠気に負けてばっかで恥ずかしくないのか。お前だろ。私は負けない。反射っていうものがありますね。え、な、何？例えばワン、サン、カン。このように向こうずねを叩くと意思とは関係なく足が上がってしまいます。そこは膝だけど。私はそんなものに負けない。ペシッとやってみ、ペシッと。どれどれ。重くし負けてんじゃん。くそー、勝ち負けの問題じゃないぞ。分かったからプレゼント作ろうよ、みっちゃん。そう、あと少しだよ。デコピン。唐辛子を目に。やめろー。おっしょっと。しんど。あいつらしょうがねえな。こら、何だと思って。別に無理して夜中までやらんでも。シャレ通じないもん。まあ激怒するよ普通だからさ。な、何その笑い顔。あ、30分過ぎた。うわー、行ってきます。じゃあマツリちゃん行こう。あ、チコちゃん、その方。いやー、今日も素晴らしくいい天気だね。
かけた夢を思い出したら、不意に君の笑顔が浮かんできたよ。明日さえまだ知らないね、遊んでばかりいたあの日、急な坂道でもね、平気なふりして走った。急いで急いで耳元でささやくいたずら、影帽子スカート揺らめき、涼風が膝を叩いた。あのね、君は今どこにいますか。高校からうちの学校に転校生だよ。うん、知ってる。5年2組でしょ。あ、まつりちゃんと同じクラスだ。私たちも仲良くなれるかな。それが早速給食にダメ出しするわ、信枝お姉ちゃんのストライクゾーン直撃して誘惑するわ、もう大変になりそうな予感。なんとかしてよ、ちーちゃん。いや、何を。次回も見てマシュマロ。